やはり一番私は生きがい、やりがいを感じたプロジェクトというのは政治家の時にやったプロジェクトです。それまで子育てというのはそれぞれの家庭が責任を持つ、親が責任を持つという考えのもとにあまり社会制度の中に子育ては組み込まれていませんでした。しかし今日本は少子化という局面を迎えてやはり子供を 社会で育てていこうという、そういう意思のもと、子ども子育て法案というものを、えー、共同して作りました。で、これは何かというと、例えば今まで保育園に行くお子さんというのは、例えば両親が働いていて、そしてその保,保育を実際に家庭ですることができない、その、そういう子どもたちだけが行けるということ、保育にかける、 子どもたちが保育園に行くとなっていたんですけれども、私たちはそれを、えー、お母さんがたとえ働い,て働いていなくても、何かの機会にお子さんを保育園に預けたいと思えば、預けることができる。そういう仕組みにしたいということで、保育が必要なお子さんに保育をさせるという、このかけるという言葉を必要なということに変えるだけで、 法律の仕組みやあるいはその制度がガラッと変わりました。で、これは私にとっては非常にやって良かったプロジェクトだと思っています。